はい、どうも、山田真一です。さあ、新年一発目ということで、新年一発目の収録、撮影ですね。ということで、今回も2022年、よろしくお願いいたします。今回はメンバーを呼び込んでます。どうぞ。皆様、一斉ので、新新年年明けま明しけましてておおめめででととううごござざいいまます。す。今年もよろしくお願いします。2022年も応援してください。よろしくお願いします。はい、ボクちゃんとデモンです。ということで、新年一発目の企画なんですけど、ツーリングに一番合うミュージック、BGM を決めたいと思います。ということでね、ツーリング中にインカムとかで、音楽聴くとき人もいるかもしれないんですけど、とか口ずさみながら走る人も多分、やっぱバイクあるあるであると思うんですよ。バイクに一番合うのを、山田村的1位をね、みんなで議論しながら、出し合いながら決めていきたいと思います。なるほど。どこ走るかにもよるけどな、曲って。そうなんですよ。状況、だからその辺も説明してもらって。例えば昼か夜かにも買うよな。夜なのかとか、著作権の関係で音楽は入れられないので、口ずさんでもらって紹介ということでお願いします。それでは新年一発目、ツーリング行きましょう。レッツゴー。よー。いやー、最初バイク乗ったわ、ちょっと。Me too。 ということでスタートしました。一発目、撮影も久々やわ、ちょっと。確かにね、この間というか、多分3人以上で走るん、2人以上かで走るんがマジですごい久しぶりなはず。何喋っていいか分からへん、緊張してます。動画では、そのマキちゃんとデーモンがもう結構な長い間会ってないってことになってるからさ、やばいやん、ちょっとバチバチやん。結構喧嘩かなって思うやん、多分。みんな解散。いや、わりかし揉めてたけどな。弱いね。いや、別にその内容は 内容はさ、これみんなに言う話じゃないやん。ちょっと動画では言えへんぐらいの。そうそうそう、プライベートの話だから、別にママチャリとかにも言うつもりないし。俺ら二人で肩ついてるからさ、別にほっといてやって感じかな。全然肩ついてないやつのテンション喋り方やで、それ。やることやったんで。うお、大丈夫です。拳拳で。うお、まだ遺恨は残ってるって感じやな。俺やるときやるんで。そっちかよ、お前。怖っ。じゃあ早速入っていきましょうか、本編に。もういいでしょ、これぐらいでオープニングトーク。もうちょっと肩温ませていかん。2年ぶりやん。まだ全然投げられへんわ。ええ球掘られへん。なら、ちょっとどうします。やっぱトップバッター、山田村のトップバッターといえばデーモンじゃないですか。はい、考えてきました。大体何出してくるか分かるけど、確かに俺らやっぱ普段遊んでるからさ、カラオケも行ったことあるから、ちょっと分かるってなる。分かるわ。デーモンさんの俺の一番。じゃあ歌うで。歌うから。ああ、なるほどね。曲名が出てや。はい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 。あ、イントロから言っていい？あ、いいよ。でん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 絶対お前紅白やん。お前紅白もうちょうどやってたやろ、タイムリーで。一個ボケとして考えてきたやつがこれでした。いや、一発目ボケんなよ。だから一発目やってんけど。いや、お前はトップバッター的な立ち位置やから、キャラやから、それに合ったやつやってくると思った。こっからずれてくるからな、俺らの選曲が。そやで、お前がなんか不真面目な大会になってもうたからさ、いきなり。これ結構ガチでやるやつやから。本編に戻りたいと思いますけども、僕がね、考えてきた曲はこちら。何もないやん、誰もいないやん。やっぱそうっすよね。大好きなスピード。いや、これは確かにえぐい。道はただ永遠続く。これイージュライダー。はい、イージュライダーやな。俺迷った、そこ。
そこめっちゃ興味あった。賞味候補には出た。2年前、3年前ぐらいにさ、琵琶湖一周したやんか。はい。その時にママチャリが作ってくれた動画、うん、の BGM がこれやった気すんねんけど。ああ、そうなんや。めちゃくちゃぴったしやってこれえぐいな。まあ、曲もこれ曲っていうかもうタイトルからしてそうや。まあそうやね。いやー、いきなし1位候補が出たぞ。優勝候補が王道出しちゃって。これむず。あとは、うん、夜とかにもう一個考えてきた曲があって、はいはい、あのスピッツのスターゲイザーっていう曲があんねんけど、遠く遠く、あの向こうまでみたいな。車の CM で使われてて。ああ、そうね。ちょっとちゃうかなと思ったけど、まあまあまあ、ドライブとかそういうのには向いてるし、夜の情景をいいねイメージしながら走ったらそれかなと思い。いや、なかなかいい。はい、一発目から王道出しちゃったけど大丈夫ですか君たち。じゃあ次僕行きましょうか。え、俺最後いや、それはお前だから待ち合わせ選手権と一緒やって。ああ、そういうことね。担当的には。いや、でもな、俺もうママチャリもわかんねん。何、もうどうせ。俺も大体わかる。何が絶対わからん。だって絶対、だって年号だって20から始まらへん。19から始まるもん。199が198ぐらいやん。いや、でもそのちょっとマイナーなとこというか、うん、あ、それ行くみたいな感じのをちょっと選んできてましたね。お願いします。お願いします。これね、あのさっき言ったタイトルとか言った方がいいんですけど、湘南爆走族っていうね、バイク漫画のアニメのね、はいはい、テーマになってるライドオンドリーム、走り屋たちのテーマみたいな。はい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 。それが歌わせてもらうと、はい、果てしなく伸びてゆくアスファルト、誰のために走るんじゃなく俺たちスピードに恋しただけさ。It's the light on the rain。 なるほど、ありがとうございます。はい、いや、あのもう世代じゃないんで全然響かなかったです。まあ、ちょ、だから視聴者向けに。そやな、多分その辺ちゃう。で、僕やっぱ夜に聞くんはツーリング終わって、マス2終わって、でみんなバイバイって別れてから一人になってた時のキロの音楽、はい、ブルーハーツの Too Much Pain って曲があるんですけど、おこれがマジでめちゃめちゃ合うから。聞いたことない。聞いたことないなぁ。ツリリーリーリリリーリリリー、あそこ右、はみ出し者たちの遠い夏の伝説が、愛車置き場で錆びついてら、灰色の夜明けをただ黙って駆け抜けて、レレレレレ、あなたに会いに行けたらな。いや、好きそうやな。もう好きそうやわ。これめっちゃ合うね。もう今の俺らこの若者が、その、ちょっと社会からははぶられてるような奴らが、の曲なんですけど、多分。はいはいはい。俺の会社から。で、そいつらがまあ、夏の、まあ、思い出に浸るみたいな。で、僕らのあの、インスタとかにもあるし、YouTube のあの、自己紹介欄にもあるんですけど、灰色の夜明けは。うん、そうそう。灰色の夜明けを、ただ黙ってかけるの、ここから撮ってます。なるほどね。もういかにもって感じですね。はい、マーチャリさんの。あとはあのオンエニーサンデーっていう映画のサウンドトラック、はいはいはい、これがもう全部いいです。ちょっとオンエニーサンデーをマジで見てほしい。映画、うん、YouTube に、まあ、行こうかちょっとわからんけど上がってんねんけどでも全部英語やねん、外国のあれやから、うんうん、だけどバイクの良さが詰まってんねん映画に。なるほど。スティーブ・マックイーンとかも出てきて。いただきますわ。俺が特に好きなシーンは冒頭の子供たちがちっちゃいバイクで走るシーンがあるけど、はいはい、一人の子が立ちこけしてめちゃくちゃ大泣きするシーンがあるんでそのシーンが好きです。好きそうやな。子供が泣いてるシーンめっちゃ好きそう。お前ひねくれてるかなそんな感じかな。まあもう一個あげるなら、これはブルーハーツの次のハイローズの、はいはい、夏の地図っていう曲があるんですけど、ほう、あーはーはん、これもめちゃくちゃなんか俺らの感じにあってね、青春というか。青春ねお化けが出そうな夜の教室で、あーはいはい、それは知ってるわ。雨が降るのを待ちながら僕らは作戦会議、全部好きそうですね。夕立ちに濡れたオートバイで走り出し、海が見える頃ガソリンタンクは軽くなるっていう。
この歌詞いいね、最高。今ちょっと聴いてもいいね。そうやろ。まあ俺的ツーリング BGM でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかちょっと渋めなとこ行きましたけど、まあまあ、でも大体まあ回しゃり感あったから納得っちゃ納得やわ。20代だと並ぶぐらいのやつ言っていいっすか。うん、僕はもうこれ定番すぎてあえてちょっと言わなかったんですけど、はい、ちょっともう多分これがほぼ1位やっていうのがあって、めっちゃ探してるよお前いや俺メモってるから、これがまあ1位やっていうのあって、まあ、日曜日よりの下。ああこれのほんまこのバイクに合うバイクの相性やばない。これ忘れてたな、それ。ええー、な、やばないこれ。いや俺はあえて入れへんかったシャラララシャラララララ完璧よ。完璧やな。もうそれ歌うだけでもうすごい青春みたいになるから。青春やな、青春な曲やわ。シャラララララ、いやいいですね。俺のまあマツケンサンバ的な立ち位置って感じか、それは。マツケンサンバと一緒にしてもらったら困るんだよ、あんなお前ツーリング中にオレイなんか言わんやろ絶対。100言わん。いいやの靴スキーでしか履かんくらいでない。あのつなぎ見てみちょっとビビってもだ、ポケットも大丈夫やで。一応俺トリケラトップスケンしといたけどな戦う姿勢だけは見しといて。でも目合ってないから俺の勝ちや。お前振り返りそうなった瞬間だけやめて手震えたもんちょっと。俺出発の瞬間、あ、家ってこと？え？じゃなくて集合して今から出発するってこと？いや、だからまあ、例えばまあ、ツーリングやったとしてもさ、まあ、一人で行くとしてもさ、ああでも絶対出発の瞬間っていうのは誰しもあるわけやん。なるほど。その時に聞くのがクイーンの 20th Century Fox。 クイーン？あれやん、あのしかもさ、テッテルデーテテ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 、そんなん聞くの？テテレテテみたいな。ほんまに？お前それ聞いてんの？いや聞いてるよ、入ってるもん、入ってるもん。あれ聞いてるやつおらんて。いや、あっこからあの自分の曲のあれをランダムにして流す。ああ、なるほど。だからそのオーバーチュア的な存在ってことね。そう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 、オーバーチュア、オーバーチュア的な感じよ。で、まあまあまあ、まあ、最近の曲じゃあ歌っていい？はい、お願いします。じゃあ歌ってよ。いきます。絶好調真冬の恋スピードに乗って愛情を削るの恋る恋したいこれよ。いや冬やから。あー確かに、今までのはちょっと冬なかったから。ごめん、聞いたことあるけど分からんわそれ。うそ、あれやん。え、広瀬香美やん。広瀬香美、今はアホみたいでなんか何でもかんでもオファー受けてるやつやん。やめとけテレビ言うなまあほんまはあれもな入れてないよ、さすらい。あーさすらいもええな。いやさすらいもええわ。多分みんながイージューライダー入れると思う。なるほど。だから外してさすらい。うわー、さすらいもええな。それええな。さすらー、わーめっちゃええや。やろ？これドローンでな、今。ドローンで多分撮ってる想定。さすらー、おー、みちのとる、ガラガリ続けて歌うよ。寂しいねの歌を。わー、それもええな。あとね、まぁ、ちょっと流行ってる曲というか。うん。堀内孝雄の君の瞳は1万ボルト飛び色の瞳に抜けた風が20世紀のジャンヌダルクをそれって新しい。君の瞳は1万ボルトや。え、あーごめん、え、まあごめん、1900おい昭和歌謡やっけ。バイクやでお前。あ、やから俺はゆっくり走ることが好きやから。あーなるほど。そういう時に俺は聞く。だからスピードに乗る系じゃないかな。まあ、あとはいけない太陽。いけない太陽。いやあれで多分高速乗ったら絶対にほんまに服脱げると思う。興奮しすぎて
あかんやん、じゃあ。まあでも夜やったら、ね、なんかあれ聞くな。Yo ABC Yo ABC 嘘つけよお前。あんなもん、めちゃくちゃ落ち着いた時に聞くやつや。だからその俺はゆっくり走るわ。ああ、そうかそうか。そうそうそう、そういうの聞きますけど。あれはティーティリリーティリリ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 リアイドル系案外合うから、うん、乃木坂か乃木坂のロマンスのスタートでした。じゃあさ、みんなのさ中でさ1位決めるってなったらやっぱ最新の曲って難しいよね。うん、まあ王道行きがちだったな。まあイージーライダーかやっぱ日曜夜寝したちゃう、さすらいか。あ、その辺俺もそうやな。この3つやろ。まあでも日曜日夜のした、うん、俺はそうやな。あ、なかなかいいね。ママチャリはやっぱそうやな、うん、定番やけどやっぱり俺はでもさすらわせてほしい。俺はさすらわせてほしいな。じゃあまあ1位は、まあ日曜日じゃないの。まあ日曜日でいいの。なんやかんやかへんのお前。まあでもなんやかんやってとこあるか。うん、なんやかんややねんな俺。じゃあ発表します。はい、山田村ゼロ班ツーリングクラブ的ツーリングミュージック第1位はおおマツケンサンバ2。ダダケボーリコダダケサンバダダ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 ダ。そういうことでしょ。はい、結局ね、そういうことですね。まあ山田村的なんでやっぱり今回の MVP はやっぱりマツケンサンバでした。いや間違いないな。うん、いや今回合うよこれ、うん、このマス2という状況で何人かで走ってたら踊りもあるし。だからでも結局ケン松平ってすごいなって思う。そうやで。俺どんなまとめ方やで。俺だってや一番に乗るんやからなあいつ。結局ケン松平バイクに乗ってるけど。そうあんなさ一発屋みたいな曲がさ今年の紅白でもまだ歌われてんねんで。一生かかり使われてんもんな。やろうやろあれ。普通にさケン松平のさ時代劇のさ曲もさバイクに合うと思うねん。テテテテテレンテケテケテケテンテケテンテケテケテケテみたいな。それってこれも合うか。あ、シルト人か。ごめんなさい間違えました。マツケンサンバ俺いやもうこいつは俺テケテケテンマツケンサンバレレテテレアミゴテティグレレテテタレレテレレレテテ踊れ踊れサンバマツケンサンバオレイ。絶対これ編集の時怒られるわ。